どうも、前回、前々回と、主人公の名字を、いろいろ間違っていた、どうも、タクタクです。なんか、エビスノーでしたね。ちょっと今、見返してきたんですけど。エビスノー、兄弟。が、ちょっと、いきます。いきます。まあ、いきます。セールスの勧誘以外の電話は最近かかってこない。はい、行きましょう。固定電話ね、基本的にね、あれですからね。あれ？どうした？どうしたの？お兄ちゃん。開かない！え？扉が開かなくなっているんだ。学校に遅刻する！どういうことなの？お兄ちゃん。わからねえ。どうして、なんだ、ドアノブを回しても空回りするだけだ。これあれだね、怖いテレビ放送を見た後の怪奇現象、家に閉じ込められる、ホラーゲームにはありがちな、もうお決まりのパターン。扉が壊れたの？なんだろう、扉を押しても、扉が微動だにしないんだ。まるで向こう側から誰かが押さえつけているみたいだ。そんな、どういうことなの？ゆか、ちょっと離れてろ。お兄ちゃんタックル。ダメだ！もう離れてるって言ったゆかがすげえくっついてたけど。壁みたいにびくともしない。そんな！とりあえず向こうの庭の窓から出てみようか。そうだね。行ってみよう。おまたびっくりした！勧誘の電話かな？もしもし。あら、マサトなの？母さんか！ちょっとどうしたのよ。危機迫るような声を出して。もう、母さん、脅かさないでくれよ。何変なこと言ってるのよ、マサト。そんなことより、ちゃんと朝の準備はできたの？うん。ゆかが起こしてくれたから。順風満帆だよ。順風満帆でいいんですか、今。そうね。いや、立つ買い方合ってんのかな。ゆかがいてくれるなら心配はないわね。ゆかがってまるで俺の方が面倒見てもらってるみたいじゃないか。実際そうじゃないの？うっく。お母さんたちは明日そっちに帰るからね。へいへい。あと、それと、おじいさま、ひいおじいちゃんのことなんだけど。ひいおじいちゃん？太郎おじいちゃんのお墓に行ってきたの？うん。川内長野の、方の霊園に行ってきたんだけど、その時、おうわ、何、え、切れた、どういうことだ、何なんだよこの予定不調和の数々は。予定不調和でいいんですか。お兄ちゃん、携帯の電波は切れたのか、それとも電話は繋がっているのか。おお、また変わってきた。でよ、切れちゃった、ね、たまたま切れたんじゃない。早く出ろよ。え、押してるよ、ボタン。ちょっと。ああ。デジタル音声。おかけになった電話番号は、現在使われておりません。嘘でしょ？どういうこと？あ、今、かけ直したのかな？そんなバカな。お兄ちゃん？あ、安心しろ、ゆか。きっと何かの間違いだ。テレビといい、電話といい、多分、太陽の磁気の影響で、機械はいかれているんだろう。そうだ。きっとそうだ。そうなのかな。とにかく、ゆか、庭に通じる窓から外に出よう。早く学校に行かないといけないしな。そうだね。あ、いける。やっといける。あれ？あ、こっちか。一応セーブもしましょう。あれ、もう、なんだっけ？もう、名字の名前、さっき覚えたのに忘れちゃった。行くぞ。当てられた。あれ？何？なあ！まさか。こっちも閉められている。ああ、ま、読めんかった。お兄ちゃん。開けよう。開けろよ！誰だよ、こんなふざけたこと仕掛けやがったのは。一体全体どうなっているんだよ。お兄ちゃん、手が真っ赤だよ。俺たちは、閉じ込められたのか。閉じ込められたって、誰に閉じ込められたの？この窓や扉の閉じ具合、もはや尋常じゃないんだ。まるで吸盤を力の限り引っ張るような、そんな大きな力が働いている。多分どうやっても開かないんだよ。何を言っているの、お兄ちゃん。俺たちはあの声の主に閉じ込められたんだ。あのローとかいうやつに。やっぱりあのテレビの画面に映ってたやつが。あの声はしきりに俺たちに対し閉じ込めるとか言っていた。どんな理由かは知らないが、あのローとかいうやつが俺たちを閉じ込めたんだ。金魚鉢に金魚を入れて干渉するように。私たちを閉じ込めて何をしようっていうの？わからない。でも相手は目に見えない幽霊だ。
俺たちの想像のつかない力をもってして俺たちをここに閉じ込めたんだろう。だからどんなことをされるかわからない。そんなゆか、こういう時こそ気を落としちゃダメなんだ。でも私怖い。あれが私たちにいつ襲ってくるかわからない恐怖。怖いよ、助けてよお兄ちゃん。ゆか、今までお前に甘えてきたからな。今日ぐらいは兄貴らしいとこ見せないとな。お兄ちゃん、お化けだろうがなんだろうが俺たちには呪い殺される理由なんか一つもないんだ。だから心配することはない。気をしっかり持てば幽霊なんか見えなくなるはずだ。お兄ちゃん、ありがとう。お兄ちゃん、励ましてくれて。ゆか、なんだかちょっと肩が痛くて。肩、また腫れがひどくなったのか。なんだか突然痛くなって、それになんだか頭も痛くなってきたみたい。自律神経が乱れたのかな。どうした、大丈夫か。ゆか、急にお兄ちゃんみたいになったぞ。ちょっと苦しいかも。とにかくちょっと横になった方がいいかもな。現状の問題はひとまず置いといて、体を何とかした方がいい。とにかくゆか、自分の部屋に戻って安静にしておいた方がいい。うん、お言葉に甘えさせてもらうね。これからどうしようと。あ、あれか、妹を自分の部屋に連れてけばいいのかな。ここでいいですか。はい、入って寝てなさい。ここに、はい、おやすみ。ゆか、大丈夫か。うん、まだ肩は痛いの。見て、すごく赤く腫れてるでしょ。ほんとだ、早く腫れを治めないと。台所の塗り薬を持ってこようか。持ってきてくれるの、お兄ちゃん。あ、もちろんさ。お兄ちゃん、なんだゆか、そばから離れちゃやだ。え、なんてね、元気。え、なんだよゆか、こんな時ふざけやがって。え、ふざけたこと言えるならそんなに心配することはないな。とにかく薬持ってくるぜ。うん、お願いね。なんじゃそりゃ。こっち行こう。で、台所っつってたっけ。お、またテレビ。え、また来るんじゃない、これ招きみたいの。またちょ、いきなり来るからなこれ。お、おい、お、違った。なに、これ家が、家が見える、家が見える。あ、一家残殺事件、はい。犯人は今だ。あ、なんか新聞っぽい、新聞っぽい。新聞の記事が見えます。おーおーおお。家の中かな。怖い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 。急に動画みたいに始まったんだけど。お、何これ、手術用のあれじゃん。え、手術風に残殺されたなんか。え、の、え、脳みそ、なんだろう、血管に見える。うわ、消えた。終わりか。あ、終わった。うわ、なんか目がチカチカするな。何だったんだ今のは。俺が聞きたいぐらいなんですけど。ちょ、怖いやるから。あれ、どこだどこだ。あ、ここに入ってんのかな。これがカオスの権力、化身か。どういうこと?あれ?どこにあるの?あ、これ、この中か。ここか?あ、違う。ここかな?あれ?ああ、冷蔵庫に塗り薬を保管しとくパターン。知らんかった。なんか、あれなのか。塗り薬って冷蔵庫で保管しなきゃダメなの?知らなかったんだけど。本当に知らなかった。はい、待たせたな。ほら、ゆか、塗り薬持ってきたぞ。わ、ありがとう、お兄ちゃん。自分で塗れるか?うん。ゆか、お前顔がすごく赤いぞ!うん、ちょっと熱が出てきたみたい。肩の腫れの副作用なのかな?ちょっと、デコを貸してみろ。副作用とは言わないです。症状だよね。薬だよね。副作用とか、使うのは。お兄ちゃん、何顔を近づけてるの?近づけてるのはおでこの方だ。お前の熱わかっているんだよ。いや、俺ね、ちょっと、おでこ熱測りって憧れるんですけど、生まれてこの方は行ったことがないですね。お兄ちゃん、そんなアナログな測り方しなくても、
すごい熱い。弱ったな。こんな時に家に閉じ込められているなんて。お兄ちゃん。大丈夫か、ゆか。ちょっと、頭が痛くなった、痛くなったかな。喉が渇いたから飲み物を持ってきてくれるかな。お、お、飲み物だな。台所で水を入れてくるよ。ごめんね、お兄ちゃん。私がこんな体で。お父っつぁん、それは言わない約束でしょ？とでも言えばいいのか。いいから、病人はゆっくりしていろ。すぐに水を持ってきてるから。ありがとう、お兄ちゃん。こう、作者さんの年齢が気になるところですね、これは。そういう渋いネタばっかり持ってくるんでしょう。お父さんお母さんの部屋が全くもってノータッチなんだけど、これは進行上大丈夫なのでしょうか。まあわかりませんが、とりあえずお水を汲んであげましょう。出すのは、食器類、出すのは簡単、直すのは面倒。え、コップを？水道水はちょっとまずいかな。あ、マジで。俺水道水ガブ飲みできる派なんですけど。すいませんでした。なっ！なになに？あ、包丁が勝手に動いてる。ふわー！あれ、まさかゲームオーバー？ん？真っ赤。どうなった？はぁ、主人公の家が。ゆかもいるわ、ちゃんと。お父さんとお母さんかな。その他大勢と和尚。あれ？まだ続く感じ？な！ここは？動けない。上も下も、右も左も壁で囲われている。まるで、とっても小さな牢屋に閉じ込められたみたいだ。みたいに。で、お経は聞こえるけど、まさかこれ、葬式なのか？俺は死んでしまったのか？うわ、火の中に。あ、熱い！これはまさか仮装されているのか？やめろ！俺を焼くな！俺はまだ生きているんだ！出してくれ！ここから出してくれ！ゆか、父さん、母さん！これ、ちょっと、裸足の原因は思い出してた。熱いよー！助けてくれー！こういう、こう怖い話あるよね。ちょっと、これどうなるの？あー、ダメ！エンド5、ナム。あ、早くも、一つ目のエンド回収しました。生きたまま焼かれてしまった系。あれ？うわー、戻った。え、何がいけなかったんでしょうか？何がいけなかったか。包丁が飛んでくるから、こう、ここかな？はぁはぁ。こ、あれダメだ、やっぱり。そこでも飛んでくるの？え、どうすりゃいいんだろう、どうすりゃいいんだろう。ちょ、戻りました。へぇー。どうすれば、この、ここにトイレ。匂いもないと。これと関係ある？ないか。なんか老眼だなぁ。え、この家すげえ！何このお風呂の座るとこの数。これもしかして、未だに家族4人で一緒に入って、あれかなぁ、座って背中を洗い、あ、一個するみたいな。四つこう、桶を並べて、こう背中を洗って、じゃあ今度は交代ねって言ってこう、やるみたいなことなのかな、これ。仲のいい家族だなとか言ってる場合じゃないんですよ。ちょっと、え？どうすりゃいい？飛んでくるよ、だって。飛んでくるよね。え、どうすりゃいいんだろう。一応。こう来て。この包丁を先に調べるっていうのは、水道水はちょっとまずいかな。よ。こっちの棚にはお菓子がいっぱい。商標とかの問題でどんなお菓子があるかは言えない。あ。すいませんでした。あれ、ちょっと待って。これは、どうすれば、いいんでしょう。一旦自分の部屋とかに行ってみる？自分の部屋のこういうとこに、うわぁ、びっくりした。写真撮ってた。急に落ち、あぁ、なにこれ、あ、顔が歪んでる。これ、あれじゃない、お兄ちゃんとゆかじゃないの、これは。
写真の顔が、あ、マサトって名前か。一体全体どうなってるんだ。これちょっとよからぬ感じですね。どうすりゃいいかな。パソコンだ。ネット。ちょっと今、妹が苦しんでいるところでお前ゲームなんかしだしたらお前、ゲスの極み。お兄ちゃん水お願いね。わかってるわかってる。水ね、水水。こっちない?なんか。ここで、もはや漬物石としての用途しかない。あ、母さんがダイエットのために買ったはずのダンベル。観光素材開発する本。ここで夜な夜なプロレスごっこが行われているのでしょうか。今のところ必要なものはない。テレビ。忘れられたアナログ放送のブラウン管テレビ。まだ捨てていなかったのか。なんか香水のきつい匂いがする。ブラウン管テレビ、地デジ化できてないから見えないんですかね。どうしよう、もうこのままだとゲームするしかないんだけど。ゲームする？パソコンで。ここは、もうダメだよね。いけないもんね。となると、やっぱちょっとパソコンで検索しようか。検索しよう。ちょ、まずゲームをしてみようか、じゃあ。ゲームをする。ギャルゲー。このマナゴンに約束をプレイしますか?この、ん?ん?なんかおかしいことになってるな。で、まぁ、ちょっと置いとこう。ネット検索でしょ。現在インターネットに接続できません。ヘルプ。操作方法。あ、これは俺らのヘルプ。バグ報告など。こちらが作者さんのネットのやつです。ヘルプ。セーブについて。赤い本か。となると、やっぱあれなのかな。このマナゴンを始めなきゃダメなのかな。わかりました。じゃあマナゴン始めましょうか。妹が寝ている横で、スタディを、KQG、各自。このマナゴンに、いや、音でかっ!まあ、いや、プシュスタート。マナゴンってなんだろう。マナ、エネルギー。ふわー、眠いなー。これエロゲかな、もしかして。お兄ちゃん、早く起きなさい。あれ、ゆこ!妹に引っ叩かれて、俺は起きる。妹よ、起こすときはもっと耳に息を吹きかけるように優しく起こしてくれよ。そんな生ぬるい起こし方じゃ絶対起きないじゃないの。と言われて、俺は支度を始める。なんだこれ、なんだこれ。いただきます。でけえな、お前んち。でっかいな、お前んち。レストランみたい。妹が作ってくれた朝飯をいただく。さて、目玉焼きに何をかけよう。かけようか。醤油、ソース、情け。いや、僕醤油派なんですよ。やっぱ日本人は醤油だな。僕はもう、目玉焼きには醤油をかけます。とろける黄身と混ざり合って、美味でやった。めんどくさい時はもうご飯茶碗の上に直接ね、目玉焼きと醤油をぶっかけますよ。外は青い空が広がっていた。いつもと変わり映えのない通学路だ。あー、食パン加えた女の子とぶつかるシチュエーションとか起きないかな。そんなギャルゲーみたいな展開普通起きないだろうけど。うわー、近く近く。あ、来た、ついに。そういうシチュエーションが、ん、え、上上半身しかないよ。見ると、そこには、納豆トーストを加えた、ミシェルの美少女の姿があった。納豆トースト。うまいですか、納豆トーストって。そのクレオパトラと、楊貴妃と、小野小町を足して3で割ったような美しさと可愛さを持ち合わせた子は、うわぁはははは、マナゴン、ガレーなんだろう、この超展開は。ちょっとついていけない感がありますよ。突然現れた、緑色の生物に吹っ飛ばされた。なんだあれは。ドラゲナイ、ドラゲナイ。なんで急にドラゲナイ始まった。グラチュレーション。その怪物はどっか聞き覚えのある鳴き声を放った。芋ようかん。そう叫ぶと怪物はおむろに芋ようかんを食べ始めた。緑茶もなしにもぐもぐとそれを食べ終えると、おほほほ、おお、でかくなった。
マナゴンでかくなったんじゃないこれ。ガララ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 ラ怪物だ、巨大化した。これやばい、首都がやばいぞ。巨大化した怪物は町を襲う、人々は逃げ惑う。おお、戦車来ました。これあれかな、やがて自衛隊が、自衛隊カタカナ出動し、ドラゴンを殲滅する家電粒子砲スザノオが設置された。家電粒子砲、レールガンみたいなやつ、それは違うか、家電粒子砲は違うか。エネルギー充填率 100%、 あれはあれだもんね、超電磁砲だもん。目標を標準に合わせてください。ドラゴンめ、これではくれ、ファイヤー。ドラゴンじゃないでしょ、だってマナゴン、マナゴンだから。マナゴンが、はい、グー、これドラゴンなんでしょう、多分マナゴンは。そういうことなんでしょう。ドラゴンは重傷受けを受けなくなっていった。なぜかその様子が痛ましく胸を締め付ける。なぜだろう、僕はあのドラゴンをどこかで見たことがあるような。ガラララララ、そうだ、僕とあの緑色のドラゴンは友達だったんだ。これいつ終わるのかな、これ。あ、まだ続いてんの。それはある日、僕が小さい時、南海ウォッチのゲームを買ってもらえずしょげていた時、ギャラララララララ、僕は空き地で、の箱に入れられていた緑色の生物を見つけた。うわ、かわいい子犬だ。僕はその生き物を子犬と勘違いした。残念な子です。ギャラララララ、若かりし頃のマサト、子犬なのにガルルルって泣くんだね。面白おかしいや、面白かっこいいぜ、ガルルルルル。君の名前を考えないとな。僕は、ヤホー。ツッコミどころ満載。ナイツか、ヤフーね。知恵袋で名前の案を募った。君はそうだ、マナゴン。君はマナゴンだ、ガラララララララ。マナゴンは至急に喜んでいた。こうしてマナゴンと僕は空き地で毎日遊んでいた。マナゴンを家に連れて帰りたかったが、家はマンションで犬は飼えないので、いつも空き地にマナゴンの餌を持ってきてやっていた。ほら、マナゴン、お前の大好物の青汁だぞ。だから緑なのかな？ガラララララララ。そんな楽しい日々は続いたが、マナゴンとの別れの日が突然やってきた。マナゴンはミュージシャンとして食っていくため上京することになったのだ。これ早く終わりたいなぁ。ちょっと待って。マナゴン岩のビッチ、マサト君、今まで面倒見てくれてありがとうな。おい、おまんと別れんの、わいか、わい、おまんと別れんのエロ悲しいわ。マナゴン岩のビッチさん、わいは東京に行った有名なミュージアンになったる。そん時あったら酒でもいっぱい一緒に飲もうや。そんな行かないでよ、マナゴン・イワノビッチさん。今までありがとうな、マスト。人生は一期一会、そんじゃな。マナゴン・イワノビッチさん、終わったかな。あれ、何これ、あ、ここ何、ここ、そうだ、あのドラゴンはマナゴンだ。俺はダメージを受け巨大化を解除したマナゴンへ駆け寄る。駆けるか。マナゴンは散弾銃を構えた特殊部隊に包囲されていた。こら君、ここに近づいちゃ危ないよ。ダメだ、マナゴンを撃たないで。なんじゃこれ。急にジーパンになった。マナゴンは口から血を吐いて倒れた。マナゴーン、これどう、あれ。そしてそれから72時間後マナゴンはどうした、急にどうなった、これまた納豆パン食った女子が走ってくるのかな。俺はいつものように通学路を歩いていた。
あの魔の子が撃たれてから3日、世界は 何事もなく回っていた。うわ、遅刻遅刻。ん？あ、また。かわ、これかわいいのかな、これは。見るとそこには、納豆トーストを加えた見知らぬ美少女の姿があった。そのクレオパトラとユヒキとオノノコマチを足して3で割ったような、美しさと可愛さを持ち合わせた子は？今のビッチ。マナゴン今のビッチ。ガルルルルル、おかしいな。あれ、さっきのマナゴンとこのマナゴン岩のビッチっていうのは同じ人だったんじゃないの？突然現れた緑色の生物に吹っ飛ばされた。なんだあれは？ドラゲナイ、ドラゲナイ、あれはマナゴン岩のビッチさん。いや、マサト君、ワイは帰ってきたね。東京でいいプロデューサーに出会って CD デビューできたよ。本当ですか？あ、このマナゴンに約束をマサト君にプレゼントするよ。ありがとうございます、マナゴン岩のビッチさん。あと100万枚残っているから全部買ってくれよ。出ないと家の床が CD の重みで突き抜けてしまうからな。はははは、じゃあ、はっ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 は。俺とマナゴンさんは笑い合った。って私を忘れるなぁ。マナゴン・イワノビッチっては誰だったの？こうして世界は終わった。エンド。ん？今一瞬、マナゴンが。あれ？どう？リアクションを取ればいいでしょうか。急にまた戻されてきちゃったんだけど、どうすればいい感じかな。これはここにこれで行っても大丈夫はないね。大丈夫はないですね。はぁ、あ、はぁ、あ、いやもうちょっとこれわかりません。マナゴン・イワノビッチとマナゴンはどう違うんでしょうか。ちょっと僕が朗読をしている間に理解がちょっとよくわかんない方向に行ってしまったのか。いやどうしようかな。一旦じゃあこの辺で今回は切り上げます。え、ミスがだってね、確保できないからね。他にミスがあるような場所もないし、冷蔵庫には到底たどり着けないし、じゃあこっち行ったらまた飛んできちゃうからね。え、どうすりゃいいんだろう。あの包丁はどうやってかわせばいいんだろう。壊れかけのラジオですから、光というのは電磁波と一つでありまして、この電磁波に幽霊の光と干渉し、あのアイザック・ニュートンもオカルト研究をプリズムにより光は分光され、アデキミアーム、アダキミアーム、うん？です、あれ？これなんなんですか、これは。壊れかけ。これでなんとかなったとか。これ、ここに壊れかけのラジオ。違うか。コンロの下の、棚には、食塩、オリーブオイル、土鍋などがある。あれ？意外といけてるぞ。ああ、ダメだ。ちょっとわかりません。この続きは、次回にしましょう。じゃあまた次回、力を入れて探索していきたいと思います。はい、というわけで、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。マナゴンは結局よくわかりませんでしたが、この謎を次回は解いていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄を
ご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。